やば、重荷司会たいって人いる、怖怖いんだけど。大変だよ、大西飼うってなったらやめときな。大西さんの取説教えてて、大西飼う時の取説ってこと？みんなして大西飼いたいな。大変だよ。大西の取説その1、家から出ません。大西の取説その2、起こされたら怒ります。必要ではない場面で起こされると怒ります。大西の取説その3、好きなものを与えないと出ていきます。ご飯、大西の取説その4、縛られると逃げます。放置しておきましょう。大西の取説その5、機嫌が悪い時に必要以上構うと出ていきます。構わないでください。大西の取説その6、ゲームする時間を決めないでください。とことん好きなだけやらせてあげましょう。やらせてくれないと出ていきます。うん、以上、基本ほっといてください。うん、同じ空間にいると大変なので、基本外に出ててください。はい、すいません。3日に1遍ぐらいだけ帰ってきてもいいですよって、それ以外は基本お家に帰ってこないでください。むちゃくちゃやなってママ。ママがいる、ヤッホー、うん、そう、ママにし大変だって。いや別に家族はいいのよ、血つながってるじゃない。ママとかお兄ちゃん別に今いくらでもいてくれていいんだよ。うん、そうです、家族はまた違いますよ。うん、基本変われたくないです。そうです、買わないでください。一緒に住むとしても寝る部屋は別って、もちろん。何を一緒に寝る気でいるんですか。何を言うとるんですか。甘い甘い夢ばかり見ないでください。絶対嫌だよ、おにし結婚とかしても一緒のベッドで寝るの。
なんだろうね、きっとさ多分付き合ってるうちとかはいいんだろうけどさ、わかんない、その前にきっと結婚になるとさ同棲っていうものを挟む人が多いじゃない。でまあ結婚でしょ、別にお互いのさお家をさ行き来してるならさまだわかるよなんとなくね。ただ同棲とか結婚とかになってずっと一緒にいるってなるとするじゃない、毎日同じ布団でさ誰かが寝てたらさ寝れないよ。うん、うん、ね、いや知らんけどさ、わかんない、私なんだろう、私すぐ起きちゃうのよ多分。メンバーとかとお泊りしててもわりかしなんか起きちゃうのよ、一緒に寝るんだけどさ、このベッドとか。未来の結婚相手頑張れってね、本当にそう思う。その頃には大西ももうちょっと大人になってるのかね。うん、ねえ、だから世の中のお母さんとかマジですごいと思う。なんかさ、きっと子供が生まれたらさ自分の自由な時間なんて多分ないじゃない、寝る時間ですら限られてくるでしょ。もういいじゃん、ね、本当にそんな自信、お母さんになれる自信ないもん。お母さんって偉大だよねって、いやマジでそう。うん、じゃあお父さんになろうって。お父さんになってもそれは変わらんや。なんか世間のイメージ的にさ、お母さんが子育てとさ家事してさ、でお父さんが働きに出るみたいな、そういうイメージがついちゃってるじゃない。でお父さんが育児を手伝うみたいなさ、すごくない？手伝うって言い方、自分の子供なのに急に何の話。いやなんか思うのよ、なんかさインスタとかさ、ツイッターとかさ、 TikTok とかさ、 SNS でさいろんなこう情報が回ってくるじゃない。それが本当か嘘かはさておきさ、でめっちゃバズってるやつとかでさ共感を生んでいるやつとか見るじゃないね。なんかそういうの見てたら嫌だなってなんか思っちゃうようになった。なんかまあそのネットのさ情報をさ鵜呑みにする、まあ鵜呑みにしてるわけでもないけどさ、なんとなくでもそういうなんとなしな情報を見ることが多くなってさ、マジで大変そうなんだなって思った。うん、もちろんさその奥さんがさ何専業主婦とかでさ旦那さんとかがさ働きに出てるって、もちろんさお金を稼いできてるのはさ旦那さんの方だしさ、もちろんわかるよすごいの。でもお母さんだって子育てっていうお仕事を別に勤務時間とかないぐらいやってるんだからトントンじゃないと思う。トントンっていうよりむしろじゃない。それなら大西働きに出たい、いや働くのも大変なのそれもわかる、でもどっちも大変どっちも大変、絶対働くのも大変だし子育てするのも絶対大変じゃない。でもそれをさこっちの方が偉い、あっちの方が偉い言うて、別に何も経験したことないさ
人間やけどさ、なんか思うの、なんかそういう世のお話を聞いてそう、今日は何を熱く語ってるんだってね。なんでこの話になったの？大西を買う買わないの話か。そうねって思う。ね、お互い支え合えるのがいいよね。バレンタインの話をしようってね、2日後バレンタインなんだね。今日知ったわ。大西は多分レッスンなので、あの何のあれもなく終わるんですけど、レッスンじゃないや、仕事か、仕事だわ。うん、チョコくださいって嫌です。嫌です。じゃあなんかくださいって嫌。愛をあげてるじゃない。常に愛を。今日は反抗期かって、確かに今日西反抗心強いかも。確かにそういう気分なのかね。今日反抗心強い。ツンな日なのねって、うん、可愛く言うとツンな日だね。なんかあったんって、いやマジでなんもない。うん、あるよねそんな日も。眠いとか、確かにそれあるかもね。眠いかも。でも眠かったらね、眠くても別に反抗心強くなんない普段ね。そんな日もある。うん、今日のコミモも尊かったってね。びっくりした、あれお話し会中っていうか、あの4部休憩の時普通に寝てたのよ、自分のところで。なんか気配感じんなと思ったらいた。チョコもらう、チョコじゃないわ、なんかお菓子もらった、アメちゃんと。嬉しかった、はるちゃんに。うん、めっちゃ寝ぼけてたの時。うん、あんなところで寝てるんだね。あこしか寝る場所ないのよ、あこいい席なのよ。そう、あこの席が3席ぐらいしかなくて、ソファーの席がわりかし奥なのよ部屋ので。もうあこの席空いてないと大西どうしていいか分かんない、お話し会の日。あこの席空いてなかったらもうどうしていいか分かんない。同じこと2回言ったね。そう、取り合いって、いや、まあ、確かに。でもめちゃめちゃ人気がある席でもないのよ、ちょっと遠いから。そうで、だいたい大西2部わりかし早めに行くからさ、残り1個とかでだいたい空いてることが多くて。そうそう今日ちょっと眠くて、久しぶりにお話し会では寝た。うん、
ね、はるちゃんがたくさんあげてくれる TikTok に。そう、そうね。握手会の時みたく更衣室があるわけではないんだねって。そう、ないのよ、出る場所がないから、ここしかないの、更衣室よりは良さそうって。確かに更衣室ね、あれほぼ床だからね、冷たいのよそう、うん、そう、冷たかったから、あこでちょう、そうね、あこの方がちょうどいい。そう、今何時？繰り返し遅くに始めちゃってる。もう46分か。うん、 OK、 ありがとう、教えてくれて。ママ花粉症でやばいのです。みんなやばい。みんなやばいです、花粉症。もう顔が痒くても、さっきから痒いちゃうもんね、しも。嫌なっちゃうね。ね。早く消し落としてわーってしたい。冷たいのでわーってしたい。もうかゆい顔がずっと、だからお化粧とか落とす瞬間が一番今嬉しい。顔かゆいな。花粉で今すごいの、本当にいろんなところがかゆい。ほら入っといでてね、もう入ってくるわ。さっきお湯沸いた音したし。私はリアルお話し会ですねってね。あれどういう仕組みなの ?4人、大西のレーン4人なんだけど、メンバーが。なんかさ、どういう仕組み？なんかあのめっちゃ遠いやつ、前みたいななんかリアルお話し会遠かったじゃんね。え、どういう仕組みなんだろう。なんかグループで話すって言ってたけどさ、その前みたいななんかちょっと遠いお話し会ならねえ通じる？ねえ、あれ大変そうだね。まあでも直接会えるね、第一歩になるからね、イベントとしては AKB すごい楽しみなんですけどね、どんな感じなのか気になる。大きい声で話さないとって地声そんなことある？地声でやる？なんか音声を持ってたのは、前はなんかマイクみたいなお互いついてて
一対一の時はね、なんかリアルお話し会みたいなやつ。さすがに地声はないやろ。うん。ね、マイクは絶対あるよね、お互い。うん。ね。メンバーごとにマイクなのか、チームごとにマイクなのかで変わってくるって。どうなんやろうね、それも。だって、ちょっと前とかならさ、マイク、自分の使ったマイクとかをこうしたりするのダメだったんですよ。他のメンバーに。でも今ちょっと緩くなってきてるじゃない、そういうのが。だから、でも前、メンバーに一人一人マイクあるってなったら、えげつない数のマイクいるってなるもんね。ほぼだって全員でしょ、AKB。ってなったらなんか、4人につき1人のマイク。もうそうやけどね。どうなんだろうっていう勝手な予想。ね、なんかね、想像つかないよね。ね、だってファンの方のマイクもさ、一回一回だって消毒ね。まあ、マイクって言ってもこういうマイクじゃないと思うけど、まあこういうね、遠くにあるあれだとは思うんだけど。ねえ。まあ。うん、まあ、カオスな部分も含めてなんか楽しめたらいいかもね。なんかね、いっそ糸電話回って、昔やったな糸電話会みたいなの、大西めっちゃ初期の時、懐かしい。うん、糸電話いいなってね、楽しかった。あのなんかいろんなイベントがあった時なんですけど、昔すごい印象に残ってる。うん、新規だとそういうの全然知らないから羨ましいって。確かにね、あのコロナになってから好きになってくださった方とかはね、まだコールもしたことないみたいな、そう方もすごい多いからね。今後ね、そういうあのね、いろんなイベント増えてったらいいよね。ね、個人的にね、なんか別にそういう別に近い距離のやつではなかったんだけど、個人的に好きなそういう感じのがあって、チームエイトの全国ツアー終わった後に電話会みたいなのがあって、なんか抽選かなんかで当たった人とライブ終わりに電話できるみたいな、もしあれ好きだったんですよね。そういうのがあって、全国ツアーの特典、特典っていうか、なんか抽選の特典で、そうアンコールの時になんか抽選みたいなのがあったんですけど、チームメイト、いろんな、そうあんなの当たらんって。いや当たるのよ、案外あの会場の中で何人かは当たるからね。そうそうそう、あれ面白かったの。
またああいうのとかやりたい。電話してその場で感想言えるので、そうライブ終わったあたりだから、どうやったみたいな、あんまりありがとうみたいな。そうグッズ買った人だけが対象じゃなかったっけ、どうしやったっけ、なんか分からへんけど、なんかあったよね。それ何分ぐらいって、いや別に時間制限はなかったかもね。ただめちゃめちゃ長いことはせえへんけど、うんね、あったらいいね。よし終わるか、そろそろ時間やな。よし終わろう終わろう。あ、終わろう。いや最近はね本当にたくさんの面白いコメントが増えて、面白いよコメント欄見てるのもありがとう本当に。うん。ね、いろんなコメントがあるね。よしよし終わるか、よし寝る。よしランキングの方読んでいくよ、いきます。1位デスキさんありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさんありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ。そして4位がキョイさんありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして6位がヨッチャンドユーももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして7位がリサアットマーク台湾お話し会ありがとうさんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位がライオン丸さんありがとうございます、イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさんありがとうございます、イエイ。そして11位がオヤちゃんありがとうございます、イエイ。そして12位がマーロさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のリコテンさんありがとうございました、イエイ。そして1位の方かな、ありがとう、あ消えてるや履歴が、1位の方だ、ありがとうございます。じゃあ呼んでいきたいと思います、いきますよ。デンスケさん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 、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、えい、ありがとうございました。皆様も本当にたくさんありがとうございました。よし、きっとこの反抗心は明日にはきっと消え去っていると思うので、とりあえず今日はゆっくり寝て明日のレッスンに備えたいと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。反抗心って、そう今日反抗期なんだもんね、すまないね。ありがとう、みんな優しいね。ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい、じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。